快適フロントエンド開発環境を Webpack で便利にしてみよう。AppleProのウィさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、始めさせていただきたいと思います。ではまず簡単に自己紹介をさせていただきます。名前は、ウィ・リクトと申します。有限会社 AppleProという愛知県の名古屋のさっきご紹介にありました、名古屋のウェブサイトの制作だったり、および Aブログ CMS という、CMS の実装を、開発をしている会社で、フロントエンドエンジニアをしています。普段は、Aブログ CMS の実装や開発を、しています。CSS ナイトというところで、CSS や SCSS でスタイリングするときに最近こだわっていることっていうところをちょっと紹介したいと思うんですけども、個人的には、見た目っていうのを定義するスタイルと、レイアウトを定義するスタイルっていうのを分離して書くってことをこだわって最近頑張ってやってます。ツイッターも、UIDEV1116 という ID にてやっておりますので、よければフォローしていただけると幸いです。はい、じゃあ、入っていきたいと思います。コーディング時の開発環境、どうしてますか？便利で効率的なウェブサイトの開発環境を構築するためには、ビルドツールというものが、必要になります。ビルドツールとは、便利で効率的なウェブサイトの開発環境を構築するためのツールのことになります。具体的には、ソースコードのコンパイルやバンドルといったことを、自動でやってくれるようなツールになります。例えばなんですけども、ガルプだったりとか、ブラウザリファイ、またスライドにはちょっと掲載できてないんですけども、パーセルだったり、ロールアップだったりとか、といったものもあります。あとは最近だと、バイトだったりとか、ES ビルドといった新しいツールも出てきました。ビルドツール、厳密にはビルドツールではないですが、これらのビルドツールを使用せず、NPM スクリプツっていうのを使って、直接、例えば SCSS から CSS の変換などのコンパイルを行うといった選択肢も今ではあったりします。なので、このように、今のフロントエンド環境においてビルドツールの選択肢の幅っていうのはかなり広がってて、まあ要はビルドツール戦国時代とか書きましたけど、すごいビルドツールはすごくたくさんあってるよっていうことが言いたかったです。その中でも、Webpack っていう、ツールは、The State of JS 2021のアンケートにて最も利用率の高いビルドツールとして紹介されています。しかし、Webpack は最も高い利用率を獲得したビルドツールである一方で、設定が複雑な、であり、慣れるまではちょっとどうしていいのかわからないという状況に陥ることの多いツールでもあります。少しちょっとここで自分の話をさせていただきたいんですけども、僕が、当時新入社員として入社した頃、エンジニアとして駆け出しの頃のお話なんですけれども、当時僕は、Webpack 本当にちょっと触りたてであんまりよく分かってなかったんですけども、そこでとあるサイトにトーストって呼ばれる UI を実装することになったんですね。なんですけど、その時に、SCSS 使って、スタイリングしよう、Webpack で SCSS を CSS に変換しようと思い立ったんですけれども、何度やっても結局コンパイルエラーでなんかうまくいかなくて、まあ、最終的に、SCSS の、まあ、使用をやめて、まあ、普通に CSS でスタイリングしたんですけども、まあ、この経験から、まあ、他の人もやっぱ Webpack の設定ファイルについて最初戸惑うことって多いのかなって思いました。なので、本セッションでは、そうですね、苦手でしたということで、本セッションでは、最近 Webpack を使い始めたけど、あまり使いこなせてる実感がない方っていうところに対して、どのように、設定すれば、より効率的な開発環境を構築できるのか、というところを、ご紹介していきたいと思います。
なので、Webpack 全く触ったことない方っていうよりかは、ちょっと Webpack 初心者向けの内容となっております。はい。社内で Webpack の運用に困っているだとした場合、社内で本セッションの内容を共有することで、一躍ヒーローになれること間違いなしのセッションになっていると思いますので、見逃しなくということで始めていきたいと思います。実際、SCSS からさっき言った通り、CSS のコンパイルうまくできなかった頃と比べたら、Webpack について、ちょっと、その時よりは理解して今であれば、コーディングすごく楽しいなと思うようになります。なので、ぜひ皆さんにも、自分の力で開発環境を構築できるようになっていただけたらいいな。そしたら自分はもっとハッピーになるなと思いまして、本日セッションさせていただきます。はい。じゃあ本編の方に入っていきたいと思います。まずは Webpack 基本のキーというところで、Webpack の設定について軽く概要に触れていきたいと思います。まず Webpack の設定っていうのは、Webpack config.js、Webpack.config.js をルートフォルダに作成することで、自動で Webpack が Webpack config.js を設定ファイルとして読み取ってくれます。また、Webpack config.js というファイル名以外のファイルを設定ファイルとして活用したいときには、-config フラグっていうのをつけてコマンドを実行すると別のファイルでも実行可能です。また公式としては Webpack Merge を使って開発環境と本番環境で設定ファイルを分けるってことを推奨していったりします。ただ、今回ちょっと時間の関係でここまでは説明できないので、よかったら Webpack Merge というライブラリを使って、やってみてください。ここまでで Webpack の設定ファイルについてざっくりお話ししました。それでは、次にセッションの本題、どのようにして設定していけばよいかというところのお話に移りたいと思います。内容としては次の3つのお悩みについてお話しします。こちら、自分が Webpack を使っていってつまずいたり、これは便利だと思ったことの中から3つを厳選させていただきました。一つ目が CSS が JavaScript としてバンドルされてしまう。二つ目がどうにかチーム内でソースコードの書き方っていうのを統一したいんだけど。三つ目が Webpack って画像も最適化できるのっていう三つのお悩みに対して解決策をお話しさせていただきたいと思います。Webpack で解決したいお悩み、その一、CSS が JavaScript としてバンドルされてしまう。Webpack で CSS を扱う場合、よく見るのは CSS ローダーで CSS の構文を JavaScript として扱えるように変換し、スタイルローダーを使用して、スタイルタグで CSS を挿入する JavaScript っていうのを生成して、スタイルタグで CSS を読み込む方法がよく挙げられると思います。スタイルローダーというのは CSS を HTML に挿入するためのローダーで、スタイルタグを用いて、CSS を HTML に挿入します。デフォルトではそういう動作になっています。こちらカスタマイズはできるようなんですけども、デフォルトではそうなっています。ここで新しくローダーという概念が出てきましたが、ローダーとは Webpack の基本概念の一つで、Webpack は本来 JavaScript と JSON のみを扱うんですけれども、そのため CSS などの JavaScript と JSON、CSS などの JavaScript と JSON 以外のファイルをバンドルするためには JavaScript および JSON 形式に変換する必要があります。このファイル変換するっていう役割を担うのがローダーということになります。スタイルローダーを使用する場合は一例として設定ファイルは、こんな感じで記述することになります。スタイルローダーをここで使うことになります。
この例では実践を意識して SCSS も組み込んでます。SCSS を使ってスタイリングを行う場合は、SCSS、SAS ローダーが必要になります。SAS ローダーによって SCSS から CSS への変換を行い、CSS ローダーによって CSS から JavaScript への変換を行い、最後にスタイルローダーで HTML にスタイルタグで挿入するという流れになっています。スタイルローダーではスタイルタグで CSS を読み込みました。このように一度 JavaScript および JSON 形式に一度で変換するのではなく、いくつかステップを踏んで変換する場合もローダーというのはあります。スタイルローダーではスタイルタグで CSS を読み込んだんですけど、やっぱり Web 制作者にとって馴染みがあるのはリンクタグで読み込むようにしたいということだと思います。リンクタグで CSS を、リンクタグで読み込むことで CSS を非同期で読み込むようにしたり、そもそもリンクタグを書かないのはちょっと違和感を感じるっていう方もいるかもしれません。そのような場合は、ミニ CSS エクストラクトプラグインという、プラグインが利用できます。ミニ CSS エクストラクトプラグインとは CSS を別ファイルで出力するためのプラグインです。ここでまた新しくプラグインという概念が出てきましたが、プラグインはバンドルの最適化、アセット管理、環境変数の挿入など、より幅広いタスクを実行してくれるものになります。また、ミニ CSS エクストラクトプラグインを使用する場合は、Webpack Remove Empty Scripts というプラグインと組み合わせて活用するのがおすすめです。というのも、ミニ CSS エクストラクトプラグインを活用して CSS ファイルをバンドルした場合、空の JavaScript ファイルが一緒に書き出されてしまうのですが、こちらをこのプラグインが自動で削除してくれます。なので、Webpack Remove Empty Scripts というプラグインと、ミニ CSS エクストラクトプラグインは組み合わせて活用するのがおすすめです。で、こちら、活用の仕方なんですけども、こんな感じで、設定ファイル記述する場合は、もちろん NPM でインストールしていただいて、エクストラクトプラグインと、リムーブエンプティスクリプトプラグインを、リクワイインストインポートしていただいて、さっきと違う部分はここですね。さっきここがスタイルローダーだったんですが、ここがミニ CSS エクストラクトプラグインのローダーになっています。で、プラグインを使う際は、このプラグインっていうところの配列に、ミニ CSS エクストラクトプラグインと、リムーブエンプティスクリプトプラグインっていうのを、書きます。そうすることで、CSS を別ファイルとして、書き出すことができます。まとめに入りたいと思います。よいしょ。ミニ CSS エクストラクトプラグインを活用することで、CSS が JavaScript としてバンドルされてしまうという問題を解決することができました。皆さんも今日からミニ CSS エクストラクトプラグインを使ってみましょう。で、次になります。Webpack で解決したい、ね、お悩みその2。どうにかチーム内でコードの書き方を統一したいんだけど。次はチーム内でコードの、ソースコードの書き方を統一できていないっていう課題を Webpack を使って解決する方法を紹介します。ウェブ制作の場面では、プロジェクト内やチーム内で CSS や SCSS の書き方を統一したいといった要望があると思います。そんな場面では、スタイルリントというライブラリが活躍します。スタイルリントとは、チームで美しくメンテナブルな CSS を書くためのツールであり、CSS だけではなく SCSS の構文チェックや自動相当を行うことができます。スタイルリントの実行方法っていうのはいくつかあって、例えばエディタの拡張機能で実行する場合もあったり、あとはコマンドから実行する方法、Git のコミット時に実行する方法があったりしますが、
個人的には、Webpack 実行時にスタイルリントで構文チェックを行うというのが最も便利。CSS を書きながら構文チェックを行うことができるので便利だなと思ってます。ここで差し出し言い方であれば、エディタの拡張機能で実行する方法でも CSS 書きながら構文チェックを行うことができるじゃないかと思ったかもしれません。ただ、拡張機能をインストールしているかという個人の環境の問題に依存する点だったり、Webpack 実行前にスタイルリントが構文チェックを行い、不正な構文を検知した場合、強制的にビルドを止めてくれるため、スタイルリントに従わざるを得ない状況が作りやすいといった点で、Webpack 実行時にスタイルリントの構文チェックを行う方法が、にメリットがあると感じています。実際、弊社でもほぼ全ての案件で Webpack 実行時にスタイルリントで構文チェックを行う方法というのを取り入れています。Webpack 実行時にスタイルリントで構文チェックを自動化するためには Webpack のスタイルリント Webpack プラグインというものを活用する必要があります。スタイルリント Webpack プラグインは、さっき言った Webpack 実行時にスタイルリントを動作させて CSS、SCSS の構文チェックを行うプラグインのことになります。また、スタイルリントを使うためには設定ファイル、stylelint.config.js などを用意してルールを定義する必要があるんですけども、ルールを一から考えるととても時間がかかるため、頭のいい人が考えて、NPM に公開されているルールセットから選んで利用するというのがおすすめです。ルールを一から定義していたら、あっという間に令和が終わるかもしれません。ルールセットについては、自分の好みだったりとか、プロジェクトチームによっても異なりますが、NPM トレンドというサイトのシェアから考えると、スタイルリント、コンフィグ、レコメンデッド、SCSS を利用するのが無難だと思います。また、CSS のプロパティを自動で関連度順に並び替えてくれるルールセットっていうのも存在して、それを適用すると便利です。適用すると CSS のプロパティを一定のルールに従って、自動で並び替えを行ってくれます。こちらも NPM トレンドで調べると、スタイルリントコンフィグ、ID マティックオーダー、ちょっと読み方があまり分かってないんですけども、スタイルリントコンフィグ、レシオナルオーダー、スタイルリントコンフィグ、レセスオーダーあたりが出てくるんですけども、有名なものを使っておけばよっぽど大丈夫だと思っているので、お好みのものをこちらを選んでいただけたらいいと思います。個人的にはスタイルリントコンフィグ、レセスオーダーというものを活用していますが、今のところ問題ないです。次に、スタイルリント Webpack プラグインを活用した設定ファイルのサンプルコードみたいなのを紹介したいと思います。よいしょ。これかな。そうですね。また例によって、スタイルリントプラグインをインポートして、このプラグインのところで使うようにしてます。注意するところっていうのは、この fail on error っていう設定と、この fix っていう設定ですね。fail on error っていうのは、もしエラーがあったときに、Webpack のビルドを強制的に止めてくれるっていうものになります。ある程度スタイルリントに慣れている場面では、false に設定しておいてもいいと思うんですけども、最初は true にしておくことで、スタイルリントの構文チェックを強制的に守らなければならない状況を作り出せるので、おすすめです。次に fix ですが、こちらはスタイルリントが自動で修正できる構文エラーは、自動で修正してくれる機能をオンにするということになります。こちらも true にしておくことが、有効にしておくことがおすすめです。また、今回、スタイルリントを使うということで、設定ファイルも必要なんですけども、さっき言った、スタイルリントコンフィグ、レコメンデッドサスと、スタイルリントコンフィグ、レセスオーダーっていうのを使ってます。これだけで使えちゃうので、ルールセットをそのまま使うっていうのはおすすめになります。
こはちょっと個人的には動きとしても入るところなので、実際にデモ的な画面を見せたいなと思っているんですけれども、適当な SAS ファイルを用意してみました。こんな感じで用意しました。で、これで npm run build と打つと、あ、間違えましたね。dev と打つと、実行するようになっていて、ここでスタイルリントがワーニングを今出してくれてますね。これはホバーの疑似クラスなんですけども、これ R が2つあるような疑似クラスがないよっていうふうに言ってくれてます。なので、これ R2 つついたところを直せばサクセスフリーということで大丈夫になります。また、構文のプロパティのソートなんですけども、これ結構便利だなと思うんですけど、例えばこうやって適当に変えても自動で決められたルールに沿って、こんな感じで並び替えてくれるので、おすすめです。こんな感じでちょっと簡単なデモになりますけど、ちょっとだけデモさせていただきました。このように Webpack と StyleLint を活用することで CSS や SCSS のコードの型が人によって変わってしまうといった問題を解決することができます。また今回は StyleLint の例っていうのを出したんですけども、JavaScript の構文チェッカーとして有名な ESLint にも ESLint Webpack プラグインというプラグインがあります。こちらもおすすめです。まとめになります。自然とコードの品質を保つことができるようになりますので、コーディングに、スタイルについて、あれこれ言い合う時間とはおさらばすることができます。はい。じゃあ一旦ここは終わります。では Webpack で解決したお悩み、その3。Webpack って画像も最適化できるの?っていうところでお話ししていきたいと思います。次は Webpack を使ったパフォーマンス最適化みたいなところについて考えてみましょう。Webpack ではアセットモジュールズと呼ばれる機能を活用してバンドル時に画像をインライン化することができます。画像のインライン化とは画像をベース64エンコードして表示することで HTTP のリクエストの数を少なくするという目的で使用される、ものです。HTTP リクエスト、画像のインライン化、画像をベース64エンコードして表示することで、HTTP リクエストの数を少なくすることができるので、HTTP リクエストを発生、そもそも発生させないことができるので、パフォーマンスの向上が期待できます。例えば、通常10個の画像を読み込むと、10回の HTTP リクエストが発生するわけですが、画像ベース64に変換して読み込むことで、10回分のリクエストを削減することができます。同じような目的で比較される仕様としては、CSS スプライトなどがあります。しかし、この施策は万能ではありません。画像をベース64に変換することのデメリットとして、データサイズが約 37% 増加するといったデメリットがあります。以上からすべての画像に有効ではありませんが、データサイズの小さいアイコン画像などの画像は有効な施策だと言えると思います。Webpack ではアセットモジュールズという機能を使って、フォントやアイコンなどのアセットと呼ばれるファイルを使う機能が標準で提供されています。この機能を活用することで、画像を自動でベース64にエンコードすることができるようになります。アセットモジュールズを使用するには、モジュールのルールズというところに一つ設定を追加します。こちらも、設定ファイルのサンプルみたいなのをちょっと見せてみたいなと思います。これは、ここかな?ここですね。このモジュールのルールズに、さっきはこの辺 CSS 関連だったんですけども、1個、ここを追加してます。これで、テストという正規表現に合致した
ファイルを対してアセットモジュールズの機能を使うという意味になってまして、ここのパーサーのデータ URI コンディションというところに関しては、この設定を活用することで特定サイズ以上の画像はベース64に変換しないといった設定をすることができます。この設定により、大きい画像、サイズの大きな画像をベース64に変換しなくて良いしてしまい、なり、HTTP リクエスト削減のメリットより、データサイズ増加に関するデメリットが大きくなってしまうといったことを回避できます。4KB より、この設定では 4KB に設定しているので、4KB よりデータサイズが大きい画像については、バンドルされず外部ファイルとして出力します。では、まとめに入りたいと思います。このように少し設定を追加するだけでパフォーマンスの向上を期待できます。皆さんのプロジェクトにも導入して画像のパフォーマンスを最適化してみましょう。これで今回の発表を3つ終わったので、3つじゃないですね。まとめに入り。今回のセッションのまとめに入りたいと思います。CSS を、1つ目 CSS を別ファイルとしてバンドルするにはミニ CSS エクストラクトプラグインを使う。二つ目、ソースコードの書き方を統一するには、スタイルリンと Webpack プラグインを使う。アセットモジュールズで画像のインライン化をして、お手軽パフォーマンス最適化ということで、今回の発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。今日の発表を聞いて Webpack 使ってみようと思っていただけたり、Webpack はすでに使っていたけれど、設定を見直してみようと思っていただけると嬉しいです。最後にちょっと宣伝っぽくはなってしまいますが、弊社で開発している CMS、Aブログ CMS では、今日お伝えした内容を含め、Webpack だったり、Babel、ESLint、SileLint など各種のフロントエンド開発に必要なツールが最初から用意されたテーマ、デベロップテーマというのがインストール時から利用できます。フロントエンドのパフォーマンスにこだわりたいといった方は、最適なテーマかと思いますので、これを機に Webpack、じゃないですね。ブログ CMS をダウンロードしてみていただけると嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。ということで、終わりになります。はい。ありがとうございました。はい。ウイさんはね、アップループ新人的な感じなんですよね。2年目ですね。あ、2年目ですね。はい。ありがとうございました。はい、若い。はい。だと思います。はい。結構ガッツリの内容でね、楽しかったと思います。はい。ということで、こちらでですね、ちょうど、2つ終わりまし、ちょうど半分、2つ終わりましたので、今から休憩に入りたいと思います。休憩は10分間、椅子ヨガということで参りたいと思いますので、その間ですね、もうちょっとこれ聞きたいなとかね、なんかありましたらば、Q&A とかに、ね、書いておいていただければと思います。はい。ではですね、休憩入りましょう。ではお疲れ様です。ありがとうございます。ちょっとメンテのこももです。時間のある方はぜひ一緒に椅子ヨガで体をほぐしましょう。それでは背筋を伸ばし、